メニューリマス、あたっていうかね、見てください。ついに、ヒカリマン、紹介コード使われました。よし。ということでね、俺の紹介コードを使って5件配達してくれた人が現れて、こちら。えぐくね。4万いきました。1日で。はい。ウーバーの1日の売り上げランキング乗りました。それでも3位ですけど。いや、トップどんだけなんだよ。普通に件数重ねて4万ってどういうこと？まあでも、俺の夢だった。俺の知名度だけを生かして、紹介コードでランキングに乗るっていう夢が叶いました。ということでね、Twitter の DM くれれば半分バックします。3万入ったんで1万5千円バックします。ぜひ、もらっていただきたい。本当にね、これ半分ぐらいしかね、俺毎回言ってんだけど来ないんですよ、DM が。名字が頭文字 S。名前が T の方。これちゃんと名前をね、DM で言っていただいて、銀行のこう詳細とか送っていただければ、振り込みます。すぐ振り込みますので、ぜひもらってくださいね、1万5千円。もったいないからね。ということで、ちょっと食っていきます。メニューりました。はい。ということでね、お祝いなんで。メニューリマス。はい、わかりますか？これがついてきたということは、来たー、スタドー。あ、そういうことで、これなら温泉卵か。いただきます。ありがとう。まずはシンプルに。うん。最高。うん。あのね、やっと味覚が戻ってきたんですよ。花粉に8時間さらされ続けて、帰宅して、26時間ぐらい経ったんですけど、やばかった、もう寝れなかった。やっと収まってきた。1日あれば収まるんだね。それが分かりました。うん。いっちゃうよな。豚汁、うん、うまそう、はあ、やば、うん、これちなみにメニュークーポンとメニューパス使って475円です。うん。ありがとうございます。ということで、もちろんね、半分バックしますから、これね、半分ぐらい来ないんですよ。毎回こうやって動画とかツイッターで言うにもかかわらず、来ないんですよ。だから今回はね、ちゃん、っていうか来たんですよ。一人、DM がね。こちらの女性の方。いや、今回こそ、半額バックできるなと、ちょっと喜んでたんですけど、あのね、こっちで紹介した人のフルネーム分かるんですよ。ガチガチの男の名前なんですよね。まあネカマでも別にいいんだけど、関係ないじゃんそんな。そいつはネカマでやってようが。まあ別に俺そこは問わないから、まあその必要な情報を送ってくれればあげますよ、みたいなね。したら、全く別人の男の名前が、このクリアしてくれた男の名前でもない、全く別の男の名前の名義の銀行口座が送られてきて。どういうこと？オレオレ詐欺かな？ちょうど公開した S っていう頭文字だけね、公開して S さん、DM してくれれば半額あげますよっていうツイートしたんですけど、その S、ちょうどこの人、多分 S ですよね、これ。あ、これいけるんじゃない？つって。来たんかなと思ってね。じゃあ、はめてやろうと思って、こう送り返しました。Uber に登録した時の名前、だから俺が見れるフルネーム。まあ、これが当たってれば、別にもうこの人じゃないですか。だから振り込んであげようと思って。そしたらね、
すいません、過去に DM で名前を載せたことで SNS の怖さが身に染みたトラウマがあるので載せたくないんです。鳥間さんに限らず誰にも個人情報を厳しくしてきたので許してください。実は私の代わりに親の行動を教えたのもトラウマが関係しているんです。これは私のリテラシーの問題なので気にしないでください。称号認証書管理でしたら上には受け取れません。もともとキャッシュバックセールなんてないと思っていたので、いいウイスキーやおやつおつまみにお伝えください。これからも応援しています。これが本当だとして、これじゃあ称号確認取れないから、これじゃあそれだったらすいません今回はつって半分バックしなかったら、俺がすいませんって謝ってる状態で終わるじゃん。そんなのは許さないよ。何その俺がダメな状態で終わろうとしてんの。いやダメダメダメ、こいつが俺のアプリで表示されてるフルネームを知ってればもうそれで問題ないから、でそれを知らなかったら俺詐欺っていうことになりますから、だからそこを詰めてきました。あ、そうか、親の口座が〇〇さんなのであれば〇〇が名字なんですよね。これだけ確認できれば問題ないです。でそれ確認できれば違うってことになるから、俺のアプリで表示されてるやつとこの人の名字、 Uber はもちろん自分の本名で登録しなくちゃいけないからね。でそこで会ってなかったらもうこの人がおかしい、この人は詐欺をしようとしているとなるので送りましたと。そしたら光マンさんにお任せします。答えになってない。〇〇さんでいいんですか。何に使いますか。疑い深くてすいません。〇〇さんであれば確認が取れるというだけで、何に使うと言われればその確認のためのみですかね。と言ったらはいと来ましたので、もうここで確定ですよね。この人が15,000円オレオレ詐欺をしようとしていたと確定したので、なるほどです。スクショとツイッターの魚拓が取ってあるので、今謝罪があればオレオレ詐欺で警察に出すのは控えますが、どうされますか。伝えましたところ、いえいえ、ウーバーは偽名なんです。不都合ございましたでしょうか。は？いや、ウーバー偽名で登録できないから、しかも偽名どころか性別も逆で登録してるってことになりますよ。これそっちの方がウーバーに対し、ウーバーは大問題になるけど、どっちに転んでもこれやばいぞっていう。でここでね、これ全部晒したんですよ、ツイッターで。やべえやついるぞって言って、したら別の人からね、これもしかして注文アプリの方のコードを使ってそれで15,000円バックしてくれるって勘違いしてる子なんじゃないですかっていうの来て、あ、それの可能性あるなと。いやでもこの人ね、ツイッター見ると去年の11月に Uber 始めてるんですよ。この4ヶ月間でうまいことその知識入らないように生きられたとしても、え、どっちなんでしょうっていう今状態ですね。だから本当に本当の俺のコードを使って5件クリアしてくれた方、マジで DM ください。本物の方、その方が来なかった場合、まあ半分ぐらい来ないからわからないんだけど、来なかった場合こいつが本当のことを言ってるっていう可能性がちょっと高まっちゃうんで、まあそれだとしても Uber 偽名でも性別逆でも登録できるってことになるから、それはそれ問題なんだけどっていう今状態です。とりあえずだから15,000円は使いますね、軍資金として含みます。どうなのこれね。でお酒とおつまみとかに使ってくださいとか言ってっから、まあ視聴者ではある、確実に俺の動画見てるっていうのは確実なんだけど、でもその偽名をね聞いても答えないから、でその偽名がもしその俺のアプリに表示されてる偽名と一致したら、そう、俺ごめんなさいだよね。でもそれ言わないから、まあだから 99.9% 嘘なんですけど、いや本当の方マジで危なかった。っていうか危なくねえけど、多分 Uber は自分の名前と同じ銀行の名前、口座じゃないと登録できないんで、まあ、その時点で、あ、おかしいなって思ったけど、ちょ、本物の方出てきてほしいですね。はい、ということで、奪りました。こちら、やばー、大盛り、いつものスープ、漬け汁。いやー、ちょっとこれちっちゃすぎない？この、ちょっと次から追加しよう。いただきます。よし。もちろん自分でさっき茹でました。
行きまーす。うん、うまっ。うん、やば。うん、うまっ。すんごい脂。うん、ちっちゃいな。こんなちっちゃいとは思わなかった。振り切れ、振り絞れ、ラストスパート。はい、ごちそうさまでした。